木村敬吾は日本の映画監督、脚本家である。サイレント映画の時代に脚本家、ついで監督としてデビューした。1940年にオペレッタ映画、たぬき御殿を創出、オペレッタたぬき御殿につながる源流を作った。1903年6月19日、静岡県三島市に生まれる。 早稲田大学附属早稲田高等学院の2年次修了で、日活大将軍撮影所に入社、1926年、オリジナル脚本が採用され、稲聖一監督、ネギシ一郎主演のサイレント映画、神田の下宿で、脚本家としてデビューした。同年、オリジナル脚本、第二作、との制北」が映画化され、稲監督、中野栄治主演で制作されたが、これには、 俳優時代の後の映画監督、渡辺邦夫が出演している。同撮影所は1929年に渦政に移転したが、同年までに11本の脚本が採用されて映画化された。1930年、帝国キネマ演芸に移籍川口松太郎の原作を自ら脚色した中野栄治主演の若吉にも許しゃでげ、監督としてデビューした。 同社で4作を監督し、オリジナル脚本を1作、松本栄一監督に提供して、翌年1931年に同社が、新興キネマに、改組されてからは、新興キネマ京都渦政撮影所で活動した。1940年、同社の期限2600年方酬のための大作、国戦や合戦の監督に抜擢され、八ヒ富士脚本。 一川歌絵門主演で演出し、成功する。千姫1942年、第二次世界大戦の戦時統制による、同社合併により、第二本映画制作所属となり、以前日活通図撮影所であった、大英京都撮影所に異動になる。同年、オリジナル脚本による、高山博子、宮城千佳子主演のオペレッタ映画、歌、二抜き御殿を、監督、成功する。 翌1943年、招集を受けて戦地に赴もむく。1945年前半には復員し、畑賢治こと、西条翔太郎との共同脚本、市川歌右衛門主演の映画、くれない頑固的体で監督として復帰する。終戦後も大英郷と撮影所に所属し、1949年の脚本、監督作、花倉ベタ抜き御殿」に出演したゲーマを、 同年、宇野重吉との共演作、知人の愛の直美役に起用し、K の売り出しに成功する。1950年代には、同撮影所に所属しながら、新東宝や宝塚映画、東京映画にも及びがかかった。1955年4月29日から始まった、フランスカンヌでの、第8回カンヌ国際映画祭に、前年の K 町子主演作品、千姫が、 パルムドールにノミネートされ、コンペティション上映されたが、賞は逃した。1965年、大英を退社後は、テレビ番組の演出をしたが、しばらくして引退した。1986年1月20日、遺願により死去した。満八十二歳没。ありがとうございます。